エルビン・ビショップアメリカ出身のギタリストでシンガー。ブルース、ロックミュージシャン。1942年、カリフォルニア州グレンデールで生まれる。彼が10歳の時に、一家はオクラホマ州タルサに移住。14歳の時ジミー・リードのハーモニカで音楽に目覚め、ハウリン・ウルフやマディー・ウォーターズなどの音楽に触発されギターを弾き始める。地元の高校で、 極めて成績優秀だった彼は奨学金を得てシカゴ大学に進学する。大学では物理学を専攻。在学中の1963年にブルースハーププレイヤーでシンガーでもあったポール・バターフィールドと出会い、バターフィールズ・ブルースバンドを結成。この頃、ハウリン・ウルフバンドのギタリスト、リトル・スモーキース・スマザーズにブルースギターを習う。 音楽活動のため大学を中退。バターフィールズ・ブルースバンドは、その後、リードギタリストとして、マイク・ブルームフィールドが加入。1965年、ザ・ポール・バターフィールド・ブルースバンドをエレクトラレコードから発表してデビュー。マイク・ブルームフィールドが脱退した後は、エルビン・ビショップがリードギターを担当した。しかし次第に、ソロ活動の願望が強くなり、 1968年に同バンドを脱退する。1968年にエルビン・ビショップグループを結成しソロ活動を始める。また、同年9月28日にはマイク・ブルームフィールドとアル・クーパーのライブアルバムフィルモアの奇跡に参加。ノーモア・ロンリー・ナイツでボーカル、ギターを担当した。1970年代にはソングライターとしての才能が開花し、 ヒット曲を生み出すようになる。特に1975年のアルバム、ストラティンからのシングル曲、愛に狂っては、全米3位を記録する自身最大のヒット曲となった。この曲は、ミッキー・トーマスがボーカルを担当し、現在も多くのアーティストにカバーされ、たくさんの映画やテレビドラマでも使われている。2000年以降は、サンフランシスコに在住し、音楽活動を続けている。 日本語の読み書きを特技としており、コンサートツアー以外にもたびたび来日をしており、日本人とのインタビューの際にも日本語で応答可能なほどである。2012年8月にフジロックフェスティバルに出演した、蔡、流暢な日本語の MC を披露したという。2000年8月に、彼の娘と前妻が金目当ての強盗殺人事件で、殺されるという悲劇に見舞われている。 犯人は洗脳によって女性たちを自らのカルト教団チルドレン・オブ・サンダーに引き入れていた元モルモン教徒のグレン・テイラー・ヘルザーとその弟らでテイラーと付き合っていたビショップの娘が犯罪に利用され母親とその恋人が口封じのために殺された。ありがとうございます。